こんにちは。僕が今まで見た映画で最も繰り返し見た映画を紹介したいと思います。それはスタジオジブリの「海が聞こえる」っていう映画です。おそらく50回くらいは見たんではないかと思います。結構メジャーではないと思いますけども、ご存知でしょうか？ちなみにですね、耳を澄ませばは僕は20回ぐらい超えてるんですけども、それ以上にも50回ぐらい見てるんで、相当見てます。僕がこの存在に気づいたのは、僕が中学生の時で、たまたまつけていたテレビで再放送なんですけども、見たのがきっかけです。最初見た感想は、このヒロインの性格悪っとか思って、何この話っていう感じで、よくわからんまま終わっちゃったんですけども、その数日ぐらいからだんだんなんか、あれでもなんだろう、あの映画なんか心に引っかかんなーとか思いながらも、ずっとそわそわしていて、もう一回見たいなーってずっと思ってたんですよ。なんかそういうなんか心になんかじわっと残る映画だったんで どっかのチャンスで見れないかなー、でもタイトルとかわかんねえなーとか思ってたんですけども、その数年後、ジブリだったっていうのが分かってたんで、ジブリで調べたら、どうもあれ「海は聞こえる」っていうタイトルっていうことに気がつきまして、でレンタルショップ行って借りてみたら面白かったという、2回目見たらめちゃくちゃ面白かったっていう感じでしたね。でその後はなんかまた録画するチャンスがあってですね、録画して、でもうそっからもう家に帰って、学校から帰ってきたらビデオの再生ボタンを押すっていう習慣がついちゃって、もうほぼ毎日もう何度も何度もこの映画を見ましたね。もう面白いから見るっていうよりも、もう習慣になっていたという感じで、例えば寝る前に歯磨きするとか、お腹が空いたらご飯を食べるとか、学校から帰ってきたらビデオを見るみたいな、そんな感じですね。もう音楽とかにハマった人とかも分かると思うんですけど、とりあえず毎日聞くじゃないですか。それと同じでもうとりあえず映画を見るっていう感じでしたね。でそれから、大学生に進学してなったんですけども、それでもずっと見るようになっていて、だけど途中が DVD の時代になっちゃいまして、で自然にその DVD ばっかり見るようになったんで、ビデオを見るっていう習慣が自然になくなって、この映画を見ることはなくなっちゃいました。でもですね、僕の青春の映画はもうこの「海が聞こえる」で埋め尽くされてしまいましたという感じでしたね。人生のバイブルではありませんけども、まあなんか映画という名のね、思い出をちょっと語らせていただきました。ちなみにこれは恋愛青春映画なので、恋愛映画が好きな人は面白いと思います。なかなかのヒロインが、キャラが立っていて面白かったですね。どっちかというとね、もうすごい良かった作品なので、よかったら見てください。では最後まで聞いてくれてありがとうございます。では失礼いたします。